です。お疲れ様です。ちょっと今日は打ち上げします。一人で俺味噌かすな。え買ってきたのにちゃんとめちゃにもぜひお裾分けしたいなっていうのが、もう差し入れをねいただいてる優しいお客さんがいてくれましてですね、もうせっかくなんでもういただいたもので打ち上げ しちゃおうっていう、こんなありがたい回あるのか他に。まあ言い換えれば濃水企画ってことです。なんかそのこの公開するかしないかの間違いだけだと思うんで、もう俺は公開する。せっかくだから感謝しながら、そうありがたく美味しくいただこうということですね。いやそう、みんなのおかげで俺今生きてるから、半分ぐらい皆さんのおかげで生きてるかもしれない。いや本当なの、そうですよ、マジなのよ。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます、こんなやつのために。なんだ、過去にもらったものも含めて今日はあの一部ですけど、ちょっと打ち上げていこうかなって。ライブお疲れ様でしたということで。いやそうね、ちょっとなんか寂しいな、急に寂しいね。メンバーとやれよメンバーも忙しいですからね。いやそうそうそう、本当にね、アイスバケツやったりとかね、やってたね田中ね。あんなにクールに決められるんだね、アイスバケツって。よろしくお願いします。でもなんかいかんせんソワソワしてたね。うん、でも最後すげえなんかやりきった感のある。あー、なんかすごい髪の毛のせいかも、綺麗にこうトタン屋根みたいなあ、そう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 それそれそれあのまま冬を迎えたらつららんなんだろうなみたいな。あ、そう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 ほんと、すごいねすいません、すいません。じゃあちょっと始めていっていいですか。どうぞ。ちょっとアイスバケツチャレンジのちょっと残りがある。冷蔵庫ねえのによく凍ってたなじゃあまずは、こちらですね、ゲインネス、ギネス、ギネス、はい。あ、中にね、ラムネですかそれ。いや、フローティングビジェットっていうのが入ってるので。フローティングビジェット、フローティングビジェネット、フローティングビジェネット。まず、ギネスビールって泡が美味しいビールで、ゾボ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 って入れて泡をこうだんだん濃くして美味しくしていく。でその時に缶の中に入ってるカラカラいうボールが泡をこういっぱい立たせてくれるようになってるんで。すごいっすね。これ氷入れちゃってて大丈夫ですか。めっちゃ泡立つと思います逆に。カプチーノ飲むみたいですね、なんか。ああ、いい表現ですね。じゃあ、一回一口飲んでみますか。ああ、飲んでみていいんじゃないですか。いただきます。ありがとうございます。乾杯。すっごい軽いですね。これ、シャリゾーですね。ありがとうございます。もう、伊勢さんも食べますか。ご商売に扱います。え？ご商売に扱います。どういう意味ですか。一緒に使わせていただきます。ご商売に扱います。じゃあいただきます。飲みやす、ダメだ、飲みやすいしかわかんねえ。飲みやすいっすね。あんまグビグビいくやつじゃないと思うんですよ香りを楽しんだりとか。なるほどね、はい、ロースト感とかを楽しむ。ギネスっていうメーカー、そうですね、ギネスビールって結構有名だと思うんですけど。ギネスビール、はいはいはい、はい、ちょっと待って、カキピーもいただきます。ありがとうございます。メジス味、すっごい嬉しい出来事があって、パリ祭りであのすごい YouTube に話をしてくれて、あ、お部屋だお部屋だとか、豚骨スープとか俺それほんと嬉しくて、いざ話してみないと、SNS の反応でし、反応がないと、まあなんか見てくれてるとも思わないというか、だからそれは、すっごい嬉しくて、励みになった。なんか見てくれてるんだな、みたいな。いたずらストアってバンドがいて、なんか全員見てくれてたんだけど、うん。全員腕ちゃんじゃいたかった。なんでだよ。阿久津だよ。自分の。ドラムの前に言われた。あの人がいるから成り立ってるチャンネルだよって。ほんとそうだよね。いや、阿久津がいるからでしょ。俺一人でもダメだと思う。
味わって飲むもんだって言ったよね。まあそれどころじゃなくなっちゃったから話が。ちょっとね、焦った。なんか、めちゃくちゃ嬉しいプラス、なんか焦った。まあなんかしなきゃなっていう。うん、そうそうそう。使命感が出たんだね。グッバイエイプリルっていうバンドには、いや、掃除しろって、開口一番言われたし。いい激励ですね。ね、いや、掃除しろって。セブンセグメントの洗濯の回を見てくれてる回が話してたら、あの、辛ラーメンの回僕は好きですけどねとか、本当に見てくれてんだなみたいな。俺、本当に嬉しくて。俺、僕そんなことは想像してなかった、本当に。え、洗濯機あるじゃんってさ、洗濯機あるじゃんって言うんだよ。洗濯機あるじゃんってことは、最後まで見てんのよ。ほぼ最後まで見てる。もうさ、泣きそうになっちゃって俺。もう本当に嬉しくて。前編後編だから後編まで見てくれる。そう、そう、本当に嬉しくて、あ、なんか満足してるわけじゃないけど、やればこういうことって起きるんだなって実感できる場所だった、本当に。おう、ちょっと泣けてきたな。ちょっとマジで泣けてきたわ。マジで泣いてんな。ちょっと待って、まだ序盤だぞ、おい。そう、泣けてきた。もうね、嬉しくて。前日にあなた生配信したじゃないですか。生で断髪式ですか。はい。あの時にこれですってこう出した瞬間にみんなが気休めブルーって文字で書いてくる。よく見てんなと思って。あんな適当に言った言葉を。赤ニートも言ってたよ。イタズラストアのニートってボーカルがいるんだけど、ちょっと気休めブルーって言ってた。打ち上げで。なんて。なんか印象に残ったんじゃないかな。あいつは忘れてもらっていいよね。ちょっとダメだ、話すとお酒どころじゃないね。よかったね、あいつは。今まであいつ何だぐらいだったの。そうだよ。変なやついんなぐらいだったの。変なやつっつうのはもう分かってたんですね、みんな。どう触れていいか分かんなかったの。どういじっていいか。全然始まったばっかだけど、やっぱそのもうリアクションってありがたいんだなっていうのはね、すごい感じる。YouTube ですね。YouTube ですね。ベテランの意見言うな。初心者が。すいません。お前まだ、マサラタウンだから。あの、自分のパソコンを開くと傷口に1個入ってた気がするな。最重要アイテムね。そう、最重要アイテム。序盤の20でかいから。瀕死から生き返ったもんだから。蘇生だよ。そう。ほぼ回復の薬だから。いろんな人にいろいろいじられたり、今まで後ろの方に暗がりでトンタントンタンと入ってた人。あの、なんか前から言われるのは、楽しそうですねって。優しいね、みんな。優しい世界線でしょ。正直、たまに悔しくはなる。あ、すごい生意気な話かもしれないけど。なんか見てほしいとこそこじゃないんだよなっていうか、その作為的な楽しいには絶対なりたくなくて、楽しいのも絶対理由がありたいの。ドラム叩いてて、もう小林ファン嗅覚がさ、もうなんかもう選手からてうわぁーでもうソロがちょっと意味わかんなくなるとか、あいつのギター最高なんだけど、だからそういう瞬間偶然的にその発生するんですよね、ライブだと。やってんなというか、楽しそうやなみたいなとこにこうリアクション、お客さんの前だし楽しく演奏しなきゃっていうことではなくて、自分のエゴの話になっちゃうんだけど。エゴの話をする回ですよ。ずっとエゴだよね、このチャンネル。エゴと狂気しかねえ。でもね、俺このチャンネル初めて気づいた。俺自分ってちょっと異常なんだなって。ちょっと異常なんだなって。ちょっと異常なんだなって。あ、自分理論が、ね、自分理論が確立してるよね。そう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 。長いことやってんだ。ごちそうさまでした。国産リゴ 100% スパークリングニック、うん、ありがとうございます。いただきます。モンサンミシェルとかと陶器の家もシードル入れてホットで飲むんですよ。ちょ、最初からもう一回いいですか。いただきます。俺なんで人の話を聞けないんだろう。何かを意識すると途端に何も入ってこなくなるんですよね。何かが自分の中でインプットされた瞬間に、うん、その後言ってることがどうでもよくなって。はい。一個引っかかったらね。ってことなのか。うん。なんか幸せな脳だね。そういう意味では本当に
一つ、なんだっけ、バカの猿の一つと、なんだっけ、やべ、猿の一つ覚え、バカの一つ覚え、はい、俺、意味も分からず、なんか、あ、この人かっこいいって思って、その意味も多分、なんか半分分かってないのにもかかわらず使っちゃったりする、ね、でも、使えてねえじゃん言えてないんだから。あ、そういえば、ちょっと待って、ダメだ、一回、ちょっと俺、ああ、これですか？それです。見てください。これ見て。KFC。以前、ケンタッキーカードみたいな商品券いただいて、タンスに眠ってたんですよ。それを解禁して、今日、KFC 買いました。ケンタッキーだよ！あ、靴が。ケンタッキーこんなごちそうどこにある？カーネル・サンダースの顔があるじゃないですか。はい。見てください、顔の下。それなんすか？蝶ネクタイ。ああ、やっぱ蝶ネクタイって認識してんだね。体だっていうやつが言ってた。手と足に見えない。ああ！そう言われたら見えるわ。針金人間みたいなやつ。言われて初めて気づいたからさ。あ、なるほどね。そんな風に見てるやついるんだなと思って。そういう見方ができる人間になんなきゃなと思いますよ。俺これちょっと待って、めっちゃ久々なんですよ俺ケンタッキー。普段やっぱお腹にたまるものをひたすら食べちゃうから、やっぱラーメン屋とかに行っちゃうんですよね。炭水化物にね。そうもうありがとうございます本当に。いただきます。ちょっと見ないでもらっていいですか？ちょっと恥ずかしいな。こんなに肉肉しかったっけ。うめえな。肉肉しいんだね。これダメだ、うまくて。嬉しそうだ。これすごいな。もう久しぶりすぎて、自分ってどこの部位が好みだったっけって忘れてさ。子供の頃は、いや、それこそごちそうよ。いとこんちで食うことが多かったかな。親戚集まると田舎はなんか買ってくるよね。なんかありますよね。うん。げんこつみたいのはあんま好きじゃなくて、その理由をなんでかって改装したら、皮の味が欲しかったんだと思う。骨のとこつかないからね、皮が、ね。そう。ってなった時に、一番大きいこう、あばらみたいな。あれさ、皮美味しいじゃん。あれはもうずっとしゃぶってない。あそこが子供の頃は、今、蘇った記憶が。嫌いな子供多いですけど、食べにくいからっていう理由で。ただ、あそこが一番味が染みてるんだよね。あ、そうなんですか、実は。うん。今、肉肉しいって感じたのは、自分の中で、いわゆる、コンビニの、なんか来ちゃう。カーネルの逆襲。バトルネックスの斧来た。ここに。急に。うん。何の話じゃないか。なんで肉肉しいって。ああ、そう、コンビニのホットスナックってあるじゃないですか。あ、ファミチキとか。そう、ファミチキ、まあ、ナナチキとか。やっぱチキンを食う機会はあったんですよね。やっぱああいうのってライブ前とか結構。小腹も空いてますしね。そう。うん、その肉肉しいに対するその比較対象が多分コンビニの、まあ、スパイシー、ファミリーマートのスパイシーチキンが推してるんですけど、やっぱそういうのに比べると、なんかいいっすね、お肉って感じがして。なるほど。これだ、多分。こいつ。けど。あばらじゃない。あばらじゃないけど。そうだね。5種類あるんで。うわっ、これが。これこれ。あ、これこれこれ。おにぎり食べてるみたいになってる。これこれ。あ、肉肉しい部位だったんだ。これこれ、ここ。ここは、平面に向かって縦に食うんだな。いや、おにぎりの海苔のとこに前歯立てるやつなかなか見えた。そういうことね。なかなかだな。食い方忘れちゃったよ。普通に横からいけ。忘れちゃったというか、多分覚えてもいないんだよ、多分。無我夢中になるんだな、とこ。ケンタッキーのカードをくれるなんて人気だよね。いや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 、人気ってどういう意味ですか？
人気じゃなくて粋な計らいの粋人気だよねなんて言うかいや粋な計らいしたいな俺も。いやそれでもさ食うか喋るかどっちかでしょそれでもさよりダメだってうまいな今はケンタッキーに集中しろ。粋な計らいで思い出したんだけどさ、はい、西荻窪にね、西荻みんな知ってんじゃないかっていうカッシーっていう男がいて、カッシーっていうイケメンがいますね。イケメンがいるんですよ。名もなきバーで、うん、マスターですね。そうマスター飲みに行って、おー新薬をつって来てくれてさ、別に何も言ってないのにパリソン・ザ・シティの音楽を店内でいきなりかけてくれるわけ。おーみたいな、まあ、まず上がるじゃんってさ、それこそ腕ちゃんと飲んでて会話してる中でいきなりやっぱかかるから、えーありがとうみたいな。そしたらもう隣で飲んでる、まあ、なんか女の子二人とかがなんかそれに反応してくれるわけ。お、本当よこれ。なんで急にフィクションを話すの？いや俺の下手話し方が下手くそなせいでちょっとなんか急に不安になってきたんだけど。俺も横にいて二人でフィクションを話すの。なんか反応してくれて、これあの新薬のパリソンザシティってバンドだからっつって。え、ありがとうございますっつって、え、サブスクとかやってますとか言うと登録というかさ、はい、フォローというか。カッシーって男は本当粋だね。ああいう人になりたい。なんかバンドで自分がそのされて嬉しいことをね、カッシーみたいに粋じゃなくてもいいから、粋なりになんかそういうことできる人になりたいなって。なんかカッシーに関してはすごいある種目標だし、同い年っていうのもなんかちょっとなんか手伝ってなんか嬉しい。なんか彼はすごいね。検索機なんか切ってるわけじゃないよ。そっち食うか喋るかどっちかにしろよ。だから何回目だよ嬉しいのは分かったからさ。西荻っていう街はなんか粋な人多いですね。他の街を知らないだけっていうのもあるよもちろん。うん、でも人懐っこい人が多いわ。あ、そうなんですね。そのお店にしても個人店が多いっていうのは、はいはいはい、チェーン鳥貴族すら撤退してるしさ。うーん、串カツ田中もね、ダメだったし。あ、そうなんですね。やべえ、全然知らなかった。個人店で人間同士のやり取りというかさ、はいはい、あの人がいるから行くとかさ、うんうんうん、そういう意味で誰かを喜ばせたいっていう人間の一番最初にある心理というか、あ、うん、みんなの笑顔が好きなマスターが多い。へえ、すっごいいい話ですね。まあよくいい話ですねで終わらせるよ。やばいな俺。こないだ善と棚も言ってたよ。善と棚。なんすかそれ。これからの道はたくさん難しいことが起こりそうですねっていう。ああ、ええー、いい言葉っすね。いい言葉なのか。あれとは全然違うんだ今回は。違う時違う言葉用意せ。バンドマンは伸びやから学べることある。そうですね。いやむしろ見習うべき。あくまで比較対象僕ね。やっぱ瀬戸際でやってる人たち多いし、そう、なんつうの、食うか食えるかっていう。食うか食えるかだと食いっぱなしなんで、食うか食えないかな。え、待って、俺なんて言いましたよ、ね、食うか食えるか。食うか食えるかだと、もうお腹いっぱいだけど、もう一杯チャーハン行くみたいな、そういう。そうじゃない。これが吉と出るか大吉と出るかみたいな。はい。で、なんだっけ、食うか食われるか、なんじゃない、まあ、食える食えない、ね、食える食えない、まあ、食いっぱぐれたりする、いつ食えなくなってもおかしくないような個人店ってそういうもんだけど、うん、その中でも人情味っていうのがあるのがすごいよね。結局はよ、バンドでやりたくても結局それなんですよ俺多分。でもバンドマンもそうじゃん。絶対そうっすよね。ファンはいてくれて、で音楽がいいとは言ってくれて、そこに対して頑張れるか頑張れないかだと思うんで、うん、あ、すいません、水を差してしまいました。うーだって
食いかけのケンタッキー箱に戻してた。見てるね。俺両立できないですよね。飲みに行くときとか、だからもう話が弾んじゃうと、別に食い物にもそんな手つけられなくなるし、お腹空いてんのに。お酒もあんま、なんかそっちに意識がいかない。っていう現象はよく起きる。うん。はいはいはい。チェーン、鳥貴族すら撤退してるしさ。あ、そうなんですね。あ、次は。すっきりした味わい。あ、結構、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。いただきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ドライだな。あ、甘くない。甘くない。トイレ行ってきていいですか。どうぞ。いや、待って。やべえ、とっておきの忘れてた。いや、だってこれさ、見ててくれないとできないことだから、何もらっても嬉しいんだけど、あ、プラスアルファで、あ、ってくれてんだなって思った差し入れが一個、パリ祭りであって。はい。びっくりした。いてててて。いや、俺これびっくりした、これ。いや、これすごいね。たくさんあってきてくれて。これあの、みんなの分つって。この差し入れまとめ。あ、そう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 。まあ、たまたま多分自分が最初に会ったから、うん、自分に渡してくれて、これ、こいつ、これが阿久津さんのでっつってパッと見せてくれて、歌物が出てくるこう、こうこれあの、みたいな。第2回選択会撮影決定の瞬間ですね。ありがたいですね。ありがたいですね。いや、第2回になるのありがたい。やってくれってことですね。これ使い方もわかんないもんなんですね。これね、こうやるんですか。うん、それぐらい落ちるってこと、うん、塩一層白くするって書いてあるよ。白って200色あんねん。白って200色あんねん。白って200色あんねん。はい、白 T にちょっと油落として、阿久津対コインランドリーやってみますか。いけますかね。いけるんじゃないですかね。だって阿久津には歌丸がついてるぜ。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。YouTube やって。ねえ。いや、おっさん、パワーあんな。あ、そうなんですか。ねえ、すごいね。いやいや、別に。阿久津だからだと思うよ。あ、そうなんだ。だって、歌丸を持ってってもいいなって思うんでしょ。そう、田中くんには思わないもんね、多分ね。で、ギャグも含めて、冷静に考えたら、これも人のために買うことでなくない。確かに。それこそだってこういう感じになりますもんね、うん、じゃあトイレ行ってきます。いや、もう絶対やり続けた方がいいですっていう仲間がいてくれるから続けていきたいんです。いらめっこ耐久合戦してるんですか。あの、ありがとうございます。あの、後で食べれなかったものを美味しくいただけます。で、ちゃんとちょっと楽しい打ち上げができました。なんか旅立つので、ちょっと反省会もありつつ。ありがたいことにね、そのいろいろ本当、いただいてるので、なんかまたちょっとこういう会がね、あったら。でもなんかあれだね、なんかちょっと楽しくできた。感も極まり。泣いてた。励みとなり、またやっていくぞと。皆さん、あの、引き続き、よろしくお願いします。チャンネル登録も、あの、グッドボタンも、もう見てもらえるだけでありがたいですから、こっちも含めて、よろしくお願いします。とりあえず、ズボンを履いたらいいんだよ。ずっとパンツいっちゃったね、今日ね。またな。じゃあ、始めますか。何を